はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今回ね、ちょっと初登場してもらうんですけど、海入ってたらね、遭遇したんですけど、ベトナムから来ました。名前何でしたっけ？本田隆義です。はい、隆義ですね。本当は宮崎でしたっけ？いや、熊本です。熊本から来た。全然覚えてないです。はい、隆義なんですけど、隆義はですね、実は、3、4年前にね、カリフォルニアでトンマさん、僕のコーチの、前のコーチのね、トンマさんとのところに泊まってたらね、一緒に泊まってたんですよね。そうそうそう。で、一回、じゃオーストラリアで、あ、そっか、ヒロさんと、あ、そうやん。そうそうそう。忘れとった。いや、俺知っとるよ。なんだったあれ、スカルキャンディーかなんか試合やっとったもんな。そうそう、オッキー、はい、空港で一緒だったですよね。そうそうそう。トレーニングも試合も一緒だったじゃん。はいはい、してました。そう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 。で、トマさんのとこで2回目の再会。うん、なん。で、それで、高橋がね、今何歳ですか？今17です。17、茨城でプロになりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。いやなってしまいましたね。いやー、まあ、ついにやりました。泣いてましたよ。え、マジ嬉しかった？いやめっちゃ嬉しかったですね。で、なんかやっぱいろいろ今まで家族がサポートしてくれてたんで、まあ、ちょっと感動しちゃって泣いちゃったっすね。ほんま？ガチスガチですね。ほんまっす。いやでもいいっすね。17歳でね、フライになってどうなれると思ってました？自分的に自信はあった？いや、もうなんかもうなら、いや逆にならないといけないなと思って、ここまでやっぱみんな期待してくれてたんで、周りの方々も素晴らしい。なんでちょっともうこれはなんないとみんなに顔見せれないと思って命がけで行きましたね。え、熊本県初？いや、だプロはなんかロングボーダーの人が一人。ショートが初？ショートが初っすね。だったら熊本からさ、もう何、3000万ぐらいもらったの？いや、何もの、してもらってないですね。でも期待の星ですね、熊本の。くまモン。くまモン、はい、あ、くまモンのキャラクターが今度から高橋に変わるんだ。さあ、見ないろ。最近多分冷たいですね。いや、というわけで本日はちょっとね、最後の最後は出てもらったんですけど、高橋ね、前からもう本当に5年前とか6年前のから友達でね、プロになったということで、改めておめでとうございました。ありがとうございます。え、イラゴ出るんですか？イラゴは出ないです。あ、出ないんだ、はい、じゃあ来年はプロツアー回るの？回ります。じゃあみんな注目だね。はい、ありがとうございます。え、インスタグラムは宣伝しなくていいの？あ、お願いします。大丈夫？大丈夫だ。お願いします。ベトナムアンダーバーサファイアで検索してください。何すかそれ？名前何すか？名前は高吉ホンダで検索すれば出てきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。